じゃまーおめえ返上、ハイエナ団で今季2点目。第26節のフランクフルト vs ボーフムの試合で味方のシュートに相手ゴールキーパーが弾いたところを浅野が反応して押し込み、先制点をマーク。日本代表の2試合で結果を出せなかった思いをぶつけ、勝利と自身のゴールへの意欲を前面に出していた。試合は1対1で終了。浅野は、次が超超大事。今日の試合はすでに終わった。 気持ちを切り替えると英語で闘志向き出した。やったぜ、この調子で頑張ってくれ。心の底から嬉しいね。ゴールキーパーのミスだな。浅野は良かったり悪かったりする。正直浅野は叩かれすぎのような気がするな。 代表にはいらないけど見事なハイエナゴールハイエナ団って悪意あるなジャガが改めハイエナは草まだ2点目だったのかいいところにいた朝野